声です。はい、生ちょっとやろうかな。生やるんだったらこうやばい話しかしないよっていう。やばい話、多分だって、ね、だってネタがもともとやばいんでしょ。ピーピーってネタが、ネタがブラックブラックブラックなんでしょ。配信する、生行こうか。あ、ただいまマイクのテスト中。え、もう始まってる？はい、皆さんこんばんは。はい、今回一人でやってくることになりました。角三助さんの A の方です。みんなちゃんと歯磨いてるかい？虫歯にならないにはね、夜寝る前に歯磨いた方が効果的だって歯医者さんが言ってたよ。そうだね、やっぱり愛とかそう爽やかなことを言いたいね、僕は。聞いたことね。ですね、なんか先日片山さつき大先生がですね、なんか初音ミクなんかにハマってる、そのうちなんかあたこうなったら犯罪者になるんじゃねえかみたいなこと言ってたんですけどね。それでしたら以前タイムスケーター集めたいなんて歌作ってた、なんだっけ、こう試造品のケーターを集めてた経済産業者、やっぱり悪魔の巣窟なんでしょうか。まあ実際そうかもしれませんが、何度言ったら分かるんだお前たち、せめてやるときはコンドームをつけなさい。生まれてくる子供に罪はない。まあね、ちょっと片山先生もいろいろありまして、いろいろ発言すると多分ね、浦部さんが二度と配信できなくなるんじゃないかな発言もしたんですけど。とりあえずやめときます。はい、とりあえず本題に入ります。ですね、本日都内でですね、まあ今日参議院選の公示日ということで、自民党から比例代表で立候補しました、渡辺美樹さんを見ました。渡辺美樹だ。でですね、僕もね、握手を求めて、渡辺さん頑張ってください、僕も今晩は渡見にしますというふうに言いましたら、おありがとうって言ってくれました。そんな渡辺美樹さんの期待に応えるべく、今日は、渡見さんの特集でいきたいと思います。ね、今晩渡見にしますって言って渡辺美樹さんがおいいねありがとうって言ってくれたんですから、そりゃやるでしょ。間違ってない。間違ってませんよね。じゃあ、行きましょうか。今日はね、日本の心は演歌ということで、演歌で攻めていきたいと思います。なんかニーノ・マッケンジーさんって人がいましてね、まあその人の有名な歌から。で、今日これ出ちゃダメ？出てないよ、大丈夫ね。出ていいよ。羽らないように、うん、ああそうか、羽るのがあった。出るんで、じゃあ行きますね。はい、渡見に来ないか、三木の職場へ、安く働く君が欲しいよ。日が昇る職場で残業の日々、なぜかしら残業代減らしてる、気になったブラックというやつを教えてあげるから、渡見に来ないか、体一つで。さあ2枚いきますよ。渡見に来ないか、三木の職場へ、財布はたいて本を買わせたよ。パワハラで辞めさせて喜んでいた、あの頃と同じように働いてくれるかい。ウイルスが出た店もきれいに片付ける、渡見に来ないか、体一つで。
8階から飛び降りろとどやし続けて、君のことあれこれと考えているのさ。幸せという言葉、君には嘘だけど、渡見に来ないか、体一つで。はい、ワタミ歌謡祭まだまだ続きます。あ、眠れた。いや危ないですね、今ね。まあでもね、視聴者いないんで大丈夫ですなんと。はい、じゃあ次いきますね。ララ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 って歌ありますね。そうそう、ブーって人のね。まあ結構この歌なんかいろんな外国語でも歌われてる話聞きまして、じゃあそれいきます。居酒屋、老人介護、宅食料理、選挙出るあの人、ワタミの、ああワタミの前会長、マスコミ露出してイメージ向上も、世間の評価はブラック企業、週刊文春嫌いだな嫌いだな、パワハラ給料天引き残業代ごまかし、社員には感謝の強制を、ああワタミの前会長、社員の不幸はみんな自己責任、無理とは言っちゃダメ休まず働けよ、文句を言えばクビになるクビになる、参院選立候補自民党、安倍総理寄せ出馬だよ、ああワタミの前会長、選挙違反をしてもごまかし通す、ブラック企業対策も骨抜きにしてくれる、あの国会へ行きたいな行きたいなと。すごいね。本当はね、あのサインも、もらおうかなと思ったんですけど、たまたまサイン色紙代わりになるものが、今週の週刊文春しかなかったんで諦めました。さすがにそれはやばいだろうと。消される。落としになっちゃうもんね。というわけでね、渡辺美樹さんのこうリクエストにお答えをしたまして、今日は渡辺特集ということで。今日はね、本当は3曲しか作ってこなかったですけど、ごめんなさい。じゃあ、行きましょうか。タラララダダダダ、どぼたさんよねって歌ありますね。じゃあ行きましょうか。もう頭は読めたね。はい、せーの。ワタミバカよね、おバカさんよね、ブラック企業と言われても経費削減、命をかけて儲けてきたの今日まで、賃金未払い告発されたら会社から追い出すように、社員もクビになるわ、明日の朝早く、ワタミバカよね、おバカさんよね、ノロウイルス店から出ちゃっても業務停止と知っていながら改装中とごまかす、お店の中で飲み食いして体壊したように、入院
院患者が出るわ集団食中毒、はい、うわたみバカよねおバカさんよね介護をやってて人が死ぬ管理ずさんで命は二度と戻らないのよ元には過失が認められ裁判判決で賠償金支払うことにワタミは遺族に言うわ1億欲しいのか以上ですひどいなすごいねワタミすごいないろいろとあの報道記事なんかを参照して作りました。いやそうだ1億欲しいのかだよな。そうだ言ったんだよそれをな。時間余った。もう二曲やって。何やる？いろいろあるんだけど。あの旬なものがいいね。旬なもの。旬なもの。TPP はもう三度歌ってたからな。TPP でもだ。初めてお客さんがいるので。この一番大受けするやつを、そうですか、あの前あのなんだっけどこだっけあそこなんだっけ月曜定例会でやったあの湯気日本原点日本あちょっとマニアックかなマニアックマニアックじゃないかもしれないけど宇宙戦艦のことやつで掲載書巻きの分かるあどんなもんあ分かる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 よ若見市民が分かるよあれ若見の本社マニアするんじゃないか怖いねお通しになっちゃいます怖いねなんかそれとも何がいいかな今だったら若見の本社マニア心臓心臓心臓いこうか心臓大事ですチャラララチャラララチャ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 って曲ですねはい守れない守りない守りたくない君いろんな言葉で君に忠告してきたけれども終わりさみんな終わりさ君の一人よがり君へ繋いだ国民の意志は今ぷつりと切れたはい、おお心臓君の名を呼べば僕はムカつくよ公約はいつも僕の前でカラカラカラ回りおお心臓君の名を呼べば僕は虚しいよだから TPP に参加しないで参加しないで参加しないで嫌いかい嫌いなんだねこんな国のこと時間切れ待つことがそんなに嫌だったとはねずるいよ君はずるいよ内緒であんなやつと国と比べていたとは冗談の一つにもなりゃしないおお心臓君の名を呼べば僕はムカつくよ公約はいつも僕の前でカラカラカラ回りおお心臓君の名を呼べば僕は虚しいよだから TPP に参加しないで参加しないで参加しないで、あれ最後リクエストですか、はい、ずんどこのずんどこってできてんだけど、ずんどこはあるけど、じゃあ適当に歌詞作っちゃいます。何編でいきます？あの水これね、あの TPP のじゃあの世界の実例みたいな。わかりました。なんか水とかいいですよね、やっぱね。やりますかね。じゃあ水でいきましょうかね。わかりやすいね。じゃあ水編でいきましょうか。ずんずどっこずんどっこあずんずどっこずんどっこ水の自由かちょっと待て外資が参入したがるよ水質管理もままならぬそして水道料金高くなるあずんずんどっこずんどっこあずんずんどっこずんどっこアルゼンチンでありました外資が水道管理してだけど管理がずさんです国は契約打ち切ったずんずんどっこずんどっこずんずんどっこずんどっここれに企業が怒ります ISD で訴える国
は賠償金払いなさい。その額なんと150億円。あずんずんどっこずんどっこずんずんどっこずんどっこ。西武鉄道見りゃわかる。赤字鉄道廃止しろ。TPP がやってくりゃこんなの日常茶飯事だ。ずんずんどっこずんどっこずんずんどっこずんどっこ。独ソ条項 ISD 国と企業が喧嘩して企業有利の裁判で国は多額の賠償金。あずんずんどっこずんどっこずんずんどっこずんどっこ。秘密条項 TPP 国会議員もわからない。国民当然わからない。竹中平蔵わかってる。あずんずんどっこずんどっこずんずんどっこずんどっこってこんな感じで、ひどい話だよね。ね、コチャバンバ水紛争でググってね。あ、コチャバンバ水紛争、これはボリビアの話だよ。コチャバンバ水紛争、ベクテル社はね、水道結局何か料金爆上げして結局みんな水道使えなくなったので、それをなんだっけ、じゃあみんな雨水溜めて飲もうとしたらそれも禁止したわけ、ベクテル社は。で結局怒ったボリビアの市民たちが、その村の、 あの町の中央広場を一斉に囲んで包囲してベクテル社を追い出したわけ。ちなみにこの時ベクテル社 ISD 条項に訴えて38億円ぐらいの賠償金取ろうとしたけど、それで断念しました。禁止を買いますんで。こんなことがあるんです。水の自由化なんて単純に受け入れちゃいけません。そうだ、うん、私たちの大切な結局生活に命に関わるものです。そうだ、それを外国のね、結局営利優先の急に逃げたらすごい危険なことです。西武鉄道でもありましたけど、結局西武 の赤字路線を廃止しろっていうのは、あれは結局その外資が安く 買ってで、結局その企業としてのその商品価値を上げて高く売る、この目的だけなんです。だから赤字の鉄道がいらないってことになったんですね。結局は断念されたみたいですけど、あれだっけな、サービックスでしたっけ、何でしたっけ、まあ、そんな会社でしたよね。だけどもし TPP で ISD 条項とかそれで発動していた場合には、結局思いっきりの多額の賠償金持ってかれちゃうんじゃないかなって不安があるんです。まあ、TPP に関しては、とにかくいろんな意味で結局もう日本に入ってきてます。BSE、ですね、結局狂牛病の検査が緩くなったとか、あとは政府調達、例えば以前ゆうちょ銀行とかに、ゆうちょに結局がん保険をさせないとか、新規ね、ダメだもんね、もうね、ここら辺もじわじわ来てます。じわじわ来てるんです。来てます、うん、本当やばいです。そういうことなんでね。あれもそうだね。健康、国民健康保険とかが、あ、健康保険なくなるよ。なくなるんだけど、そのさ、率がさ、どんどんなんか3割とか5割とかさ、そう、負担が大きくなって、あとはなってきてるもんね、もうすでに。で、あとはもう高額の医療保険入るしかちゃんとした治療が受けられない。うん、知財条項、著作権とか特許に関して TPP のそこら辺によって、いわゆるジェネリック医薬品がなくなります。薬も高くなります。はい、であと医療費にも、医療方法、診療方法にも特許がかかるんで、特許出したらこれで自動的に値上がりします。何もしなくても TPP だけで医療費が全体的に高騰します。そうなると結局、国でカバーできる量がどんどん少なくなってくるんです。そうです。ね。まあそんな感じでね、エンディングいきましょうか。エンディングいきましょう。エンディングを。じゃあまあですね、TPP に関しては、安倍さんが3月の記者会見の時に、TPP もやります、RCEP もやります、他の FTA とかもやって、最近で FTAP にしますって言ってます。まあこれが結局まあ TPP とかあれのそこら辺の全部最終形態ですね。もう国境も減ったくるもない。ただ企業がもうあちこちの国ついばんで、一般人市民は結局国民はただ、あれ？あ、違うか。もうただただむしられちゃうだけなので。
まあ、その入り口が TPP なんです。まあ、TPP 以外にも他にもいろんな、日中間 FTA とか、あと日中 EPA なんかもありますけど、そこら辺も注意しなければいけません。グローバリズムにつながるものは少しでも排除したいと思います。というわけで、じゃあ TPP のエンディングテーマ、TPP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 PTPPPTPPTPPPTPPPT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 PPPT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 
ればどこかで安倍晋三やりたがる。ティーピーティーピーピーティーピーティーピーピー、あ、関税法律主権の崩壊、どこかで国民のうめき声。ティーピーティーピーピーティーピーティーピーピー、日本参加をたたえる外資、どこかへ日本は消えてゆく。 TPTPP TPTPP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 P
ですね。というわけで以上です。どうもあの角三助さんのまあ A の方でした。はい、ありがとうございました。これ何二人でやってる？いつもあの二人なんです。今日は片割れがこれだけだって。自分から釣るんだよ俺。あのそんなの喜んでる。何を言ってるんだ。今ね、これ今日この木の見つけたからね。おお、ちょっと嬉しくて。嬉しくて、はい。どうも、たくさんすけさん A です。あの藤子不二雄で言う A ですね。あのもう一人がたくさんすけさん F ですから、ちょっとドラえもん描いてる方ですから、もう一個とかね。私は箱の中の笑うセルスさん担当ですか？あ、そう あとなんだっけ、トロンバサルとか、あれでバタローが来るとかね。そうそうです、そっちです。あの今日 第36回アフター31霞が関の中心大学叫ぶね、今日はそう、今日7月4日で参議院の線の、工事ということでポスター貼り、俺朝山本太郎のポスター貼ってきましたけど、はい、もうね、その渋谷貼りましたよ。渋いね。もうね、いいですよ、もうそうちょっと一応ね、ボランティアやってますんで、もう山本太郎さんはね、全部ボランティアなんで、スタッフお金がないんで車も出ないっていう、もう電車移動ですからね。エコだね。ほんと電車はね、なんか出るらしいんだよ、そのなんか電車のあれが選挙のなんかね、管理委員会から出るんでね、だからそれで移動だから車は出ません。あとはみんな ボランティアが盛り上げるみたいな感じで、そうなんですよ、やってます。ね、あとで、ね、これはね、そう、キラさんも応援してますんで、あのキラーよしこさんね、かわいいんですから。かわいいよ。結構合うんですよ ね。よく魚の上で歌いますね。そう、生の方がかわいいんだよね。あの結局ポスター、あ、これあんままずいか、ポスター前のやつじゃないですか。あ、そうなの？うん、あれなんかもっとね、もっと可愛らしく撮れたキラリダイアリーとかさ、そういうかわ、あの写真集出てるって、そう、アイドル側なんですよ、本当。かわいいね。本当、そう、普通に可愛い。なのに、まあいいです、でも応援しますと、ちゃんそうなんだよね、なんか土佐っ子なんですよね、コーチの。すごい芯が強そうですよね、だからね、応援してます。あとね、三宅洋平さんとかね、あとね、もう共産党さん頑張ってほしいですね。共産党、社民ね、緑の党ね、風はちょっと言わないけど、まあまあいいです、それも頑張ってください。ね、そうです、もうね、選挙みんなで行ってください。もう本当に危ないですから、TPP も危ないし、憲法っていうのはね、これはね、言っときますけど、法律っていうのは俺はね、大体権力のやるやつがこう都合のいいように解釈して作っちゃうようなもんだけど、憲法っていうのは庶民のためのもんですから、僕らがからこの国家 の権力である、お上から僕ら、お上のわがままから僕らを守るための
法律ですよね、だと思うんですけど、憲法っていうのは。だからね、そのね、憲法を変えようとしてるのは、お上の都合のいいようにしようとしてるんですよ。だから本当奴隷になっちゃうんですよ、マジマジで。だからね、絶対これはね、止めないといけないんですよっていう、本当に本当に危ないです。あの、奴隷になりなさいって安倍ちゃんがなんだっけ、憲法改正論理持ってるほどね、今回のね、あれはね、すごいもうことだなみたいに言ってるけど、それ戦争したいってだけじゃないかよ。戦争の前の法律、戦争変わったのは戦争後ですからね、戦争前にしたいんじゃないですかっていう感じです。まあそのわけで選挙に行きましょう。そのわけで、この後はここで喋り場やります。喋り場、あの寿司とかあるんですね。寿司があるんですよ、これが。あのね、あ、こっちで、どっちでもいいです。もう涼しい感じでいいかなと。あ、やってるのが前、あ、ダメですね、まあいいね。とりあえずじゃあ、そんなわけでどうもありがとうございました。イエーイ。